ございます。はい、早い。優しい。ちょっとちょっと髪切りきりすぎませんか。やばい。あ、もう全然もういいです。あ、嘘。ちょっと待って、今張りすぎやせん。当ててますよ。ありがとうございます。やばい、触れちゃってる。今回レジ袋が有料なんですけど。大丈夫。大丈夫ですかね。はい。ということで帰宅しました。帰ってきました。ちょっとね、大興奮のまま帰ってきてるので、なんかすごいね、うるさいかもしれないんですけれども、これからあのクローズドパッケージのものを開封して、フィギュアも開封していこうかなと思います。いや本当にね、フィギュアね、当たると思ってなかったので、すごいね、今でも夢みたいです。なんか手が震えたね。もうすごい、うん、あの動画でも、冒頭の動画でも見てもらったら分かるように、すごいね、手震えちゃって本当に嬉しかったです。はい、うん、とても嬉しいです。ということで、まずはこちら F 賞のキャンパスボードが5つ当たったので、こちらをささっと開封していきたいと思います。それでは1個目です。せーの、おー、おー、めっちゃ嬉しい。ステルススーツの3人です。で、あ、プラスチックなんだね。で、なんかこちらも紙がついてました。これに立てる感じですね。うわー、めっちゃ嬉しい。嬉しいね。それでは2個目です。せーの、おー、かわいい。つゆちゃん、つゆちゃんだ。かわいいね。めっちゃかわいい。なんかね、これもすごいね、おしゃれで、ここに見えるかな、つゆあすいマイヒーローアカデミアワールドヒーローズミッションって書いてます。おー、めっちゃおしゃれ。かわいいね。それでは3個目です。せーの、あ、かぶっちゃったわ。え、でもこれはね、何個あってもいいですから、本当に。それでは4個目です。せーの、おお、とどろきくん、キャンパスボードで出てくれてとっても嬉しいです。かっこいい、ね、かっこいい。それではキャンパスボード最後です。いきます。せーの、おお、とどろきくん、クローズドでめちゃめちゃとどろきくん来てくれました。嬉しい。爽やか。それではお次は E 賞のタンブラー、こちらは1つですね、開封していきます。せーの、あ、3人だ。あの反射しそう、ちょっと待ってくださいね。うわー、めっちゃシックでかっこいいです。いいね。かっこいいし、あのプラスチックですね。わー、また前回のそのグラスとかとは違って、うん、またいいね、すごく使いやすそう。うん、使いやすいし、なんかインテリアとしてもいい気がします。うんうん。最後はラバーチャームの開封です。それではいきます。せーの、あ、裏だ、いくよ、じゃん、あ、ヤオモモだ。まさかね、ヤオモモが出ると思わなかった。そうだね。え、嬉しい。しかも赤ってめっちゃかっこよくない？かっこいいね。嬉しいです。ということで、クローズドパッケージの開封結果はこんな感じでした。それでは今からフィギュアを開封したいと思います。今回は A 賞と B 賞のデクとかっちゃんのフィギュアを開封していきます。 D 賞のエンデバーのフィギュアなんですが、私たちがお世話になっている方がエンデバーのフィギュアが欲しいと言っていたので、その方にプレゼントしたいなと思います。喜んでくれるといいね。喜んでくれる姿を見るのがとっても楽しみです。やっぱりね、今回のひろあかの一番くじ、もうすごいね、かっこいいからめちゃめちゃ並んだね。わー、おー、すごい。今回頭のパーツが付け替えられるので2個入ってます。めっちゃかっこいい。いいね。どっちで飾るか迷うところだね。うーわー、こんな感じに入ってます。うわー、やっぱりステルススーツめっちゃかっこいいね。めちゃめちゃかっこいいね。もうこれ発表された時からね、ほんと楽しみにしたもんね。ねー。ということで、まずこのフードバージョンをね、つけていきたいと思います。めちゃめちゃかっこいい。かっこいいね。このフードの質感もね、ちゃんとなんだろう、ボコボコしてる感じで、うん、めちゃめちゃ表現されていてかっこいいです。ちゃんとこうやってデクの口の中までね、見えないところまでちゃんとなっていて、すごくいいですね。それでは装着します。めっちゃかっこいい。
やばい、かっこいいね。すっごいかっこいいです。このね、手の造形までやばいね。かっこよすぎてため息が出ます。よかった。うわー、かっちゃんを開封します。じゃじゃーん、またかっちゃんの髪の毛痛いぞ。防犯グッズね。かっこいい防犯グッズ。やばい、かっこいい。もうこんなのさ、1日おきにこう頭を変えて飾りたい。もうこれだけでかっこいい。かっこいいね。やばくない？着たい。はい、ということで頭部装着したいと思います。うわー、これさ、680円の一番くじのクオリティじゃないんだよね。違うね。やばすぎるよね。ここの部分がね、すごい ね、 すごいね、このね、傷ついてるような加工がされていて、見えますかね。すごくかっこいいです。ということで2体並べた感じ、こんな感じですね。寄ってみたいと思います。かっこいいね。うわー、かっこいい。それでは頭部を付け替えたいと思います。せーの。うわ、これもまたかっこいい。かっこいいね。このね、フードがなびいてる感じなんですよ。うわ、細かいね。すごい、フードのこの質感、シワまですごく繊細に再現されていて、もうこれはね、もうやばすぎる。ということで今回の動画は以上となります。10月の18日月曜日からオンライン一番くじでも開催されるので、それでまたとどろきくんを狙っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。